カメコをする上で参考になった書籍紹介ということで、えー、アイドルカメコチャンネル、えー、毎度やらせてもらってますけども、えー、と今回はですねあの本の紹介コーナーということでカメコをやっていく上であのでんか参考になった本を、えー、紹介して、あのー、もうみんなに見てもらおうと。 いいうようよなコーナーナでございますあの。概要欄に、えー、と Amazon のリンク貼っときますんであのすごいこれ気になるなと思ったらぜひぜひあのお買い求めいただけると、えー、いいんじゃないかなと思っております。えー、っともう基本的にはあの撮り方のテクニックとかっていうよりはもう思考回路の話だったりとかあの美芸術論の話だったりとか写真論の話とかみたいなそういうようなあのところが、えー、好きだったりするのでそういったような書籍が多めになっています。 ままず、えー、1個目いきましょうあの名画から学ぶ写真の見方、撮り方っていう、えっとまあ、名画で使われている技術から写真の応用みたいなところで、これ、あの東京カメラ部ってあの有名なサークルが、えー、やってるんですけどもあの、やっぱり写真の原点って絵画なんですよね。 であの西洋画って特に論理的だったりするんで論理的にどう描かれてるのかでその西洋画の見方から写真の基礎とか構図を学ぼうっていうであの学んでどう撮るかっていうのを名画の,あの視点から、えー、じゃあこの写真ってこう撮れますよねっていう構図に生かしていくっていうやっぱり写真ってあのやっぱりベタに何,あの何個か構図の例があったりするのであのそういったようなところにやっぱ っってていいうううのがベースにあるっていうようなところですねこれを教えてくれるっていうなんかいろいろやっぱ写真やってるとどうしてもインプットしたいなっていうような気持ちになる時あるんですけども基本的にこの一冊でいいんじゃねえかなぐらいにあの構図の話で言ったらもうあのこれだけであのやっぱりあの名画があるのであのそっからあのもう引き合いに出してもらえるので非常に分かりやすいって覚えやすいっていうようなところもあったんでめちゃくちゃ良かったな勉強になったなと思います。次 えー、13歳からのアート思考ですね、えっと、これあの、まあ、ビジネス書みたいな形でも結構売れてたりするんですけども、まあ、これは13歳からの言いつつも、まあ、これ大人がやっぱりあの読むべき本だなっていうのは思いますあのアート思考という思考法は何なのかっていうとやっぱ美術の見方を考えてあのどう読み解くかっていうだけじゃなくてこれ美術だけじゃなくて全てのものの見方とか考え方についてアート思考を学ぶことで見直すチャンスになると。あの もうすごい A=B だみたいなあのこ凝り固まったあの固定化された考え方からアートをあの学ぶことによっていやこれは C なんじゃないか D なんじゃないかそれとも Z なんじゃないかみたいな形で多面的に物事を見るようになれるというようなことでこういったような多面的に物事をあの見るっていう感性を磨くことによってアートだけじゃなくて写真とか映画とかドラマとかそういうエンタメもそうですしあのもうビジネスにおいてでもあの深く楽しくあの本当に考えられるようにる。 ってすごい人間として柔軟性ができるなっていうこれがあのやっぱアート思考の真髄ですわなというようなところで。 やっぱりあの考えるっていうようなところ、えーまあ、すごいじっくり観察した上で考えていくっていうすごいあの思考が生まれるようになるのでもうこれもすごい面白かったですねで次写真の話あの写真は分からないっていう本ですよねあのーまあ、人物だったり風景だったりとかっていうあのプロの写真家の人があの写真論を語るっていうところなんですけどもそう写真について考えた考えた上で分からないっていうのがあの小林先生の,あの結論らしいんですが あのまあ、いい写真とは何かについてっていうのを哲学していくっていうその思考回路をまとめた本だったりしますあの考えるヒントを得られるための本ですねで結果あのやっぱ写真に正解はないっていうようなのが、まあ、これはあの答えなんですけど、まあ、じゃあその過程の上で哲学した上でいい写真とは何かとかあの機材とは何かなのか、えー、写真とは何かとかっていうのを順順していくというようなところですよね。 はいっていうのであの思考回路プロの写真家のやっぱ思考回路をあのー、見ていく紐解いていくっていうところではあの非常にあの勉強になるなと思いました次、えー、写真からドラマを生み出すにはどう撮るのか、えー、これだあの高橋真也さんあの古典もこの間あの生かしてもらいましたあのこれはあの何だろうな写真家の視線っていうところで写真一枚の写真の中にもどうあのドラマを生み出すのかドラマを 織り込むのかあのコンテクストを,、あのー、何を織り込むのかみたいなところで、あのー、これはあの石田千穂ちゃんの,あの古刹に行くためにあの自分はどう古刹であの戦えばいいのかっていう考え方の勉強のために読んだ。 手に取った本ですねあの内容としてはやっぱ被写体にどうコミュニケーションをとって撮影者っていうのはどういう心構えをしておけばいいかっていうであのこの本を読むことによって対話自分はもう対話をすることによってあのもう被写情と対話をすることによってあのその中のストーリーを生み出すっていうようなことを意識したってこれはあの本当オタクでも使えるような話ですよねやっぱオタクって結局やっぱもうオタクが撮る写真っていうのはやっぱりもう熱狂的に気持ち悪くないと。あの だやっぱりなんだろうなあのそういったようなところの中から徹底的に押し目のことを観察して観察した上で、あで、のー、もうコンテクストを生み出すっていうようなところっていうのはやっぱり写真家の視線っていうようなところから学べるんじゃないかなと思っています。まあ、このの同じようなポートレートトレレ話で、えー、っとカメラホリックフと あの雑誌のあのカメラホリックって雑誌の造の刊号ですかね、あのまあそれのポートレート特集、令和のポートレートっていう特集、これめちゃくちゃ面白かったですね、あのこれも古刹に向けて読んだんですけども、やっぱりこれも写真家がどのような思考回路で被写体とか写真と向き合っているかっていう勉強になったと。 あの、そん中でやっぱ思うのはあのプロのやっぱ写真家っていうのは作風っていうのが出てるんだなっていう。これがもうやっぱあの我々の亀子とかアマチュアとかの違いだなっていうのは学びました。あの、そん中でじゃあオタクってどう？生きるべきなのかどう？あのやっぱり。 被写体とコミュニケーションを取った上でどういうふうな写真を撮っていくかっていうようなことを考えらさせられるきっかけになったというようなところで、えー、カメラフレアこれはあのおすすめですねはい面白かったですで、えー、次あのフォトテクニックデジタルあのこれ残念ながら廃刊になったあの雑誌なんですけどもあのバックナンバーを読んでみるとあのやっぱり肌の,しあの基本的にこれはあれなんですよ、ね、ポートレート撮影とかコスプレカメラマンとかそういったようなあのもう 撮撮影影ポートレートトレに特化した雑誌なんですよだからあの色調補正とか肌補正っていうのはどういう塩梅がいいのかみたいなどうライトルームを使うのかみたいなすごいテクニック論みたいな話あのなんで、えー、っとこれはあのバックナンバー手に取って読んでみるといいかなって特にこの肌の色調補正美肌マスターへの道ステップアップ編とかの特集は 面白かったっすね。これ2021年2月の特集っぽいんですけど良かったっすね。はい。なのでこれはあのバックナンバーいくつか手に取ってみることをおすすめしますと。となところで、えー、っと次、えー、風刺家電何だってって話かもしれないですけどもあのゼアミって。 あのご存知ですかねあの日本史とかであの勉強したことある人とか中学校でも世阿弥って出てくるかなあの、まあ、日本史とか歴史の教科書に出てくるようなあの能の,あの能を体制させた人なんですが、えー、とその世阿弥が書いた「あの風刺家伝」っていうもう1300年1400年代の,あの話で能のについて書かれた、えー、本なんですけどもこれね世阿弥はやべえ世阿弥はマジでやべえ。 あのこれねあのほんと現代にもうめちゃくちゃ通ずるもう名著おブん名著なんですけどあの何歳の段階で何を得得すべきかっていうあの物事の上達のプロ,レスプロセスを言語化した内容なんですよ。能の話だけじゃないんですよ。能の話なんだけど基本的には能について極めて極めて一個のね能について世阿弥はね極めて極めて極めて極めまくった結果哲学の境地に達したっていう。 あのね、もうそれをあのめちゃくちゃすごいのは世阿弥はその思考回路を全部言語化したっていうこの1400年代とかに「やべえ」っていう世阿弥はマジでやばいあの誰しも聞いたことあるあの誰しもが聞いたことある言葉ってあの初心を忘るべからずっていうこれはあの風刺家電からあの出てる言葉ですから初心をあの忘れちゃいけないよっていう現代語訳はもうもちろんみんなわかると思うんですけどもここで言う初心っていうのはあの一番最初の初心 全てのプロセス例えば生まれたばかりの初心とか5歳の時の初心7歳8歳の初心とかで物事があのちょっとコツをつかみ始めた時の初心あの上達した時の初心あのベテランとか成熟した域に達した時にも初心があるっていうでそういうあの物事の節目節目に初心があるよっていうようなことが書かれてたりとか全ての,あの何かを極めたりする時にあの 必ずたどり着く考え方っていうのがすごい普遍的にあの書かれてたりするので。 これを1400年代にあのその思考のプロセスをもう全部言語化したっていう上達のプロセス。何かコツを掴かむ時のプロセスっていうのをあのー、突き詰めた結果、あのー、こういう風に一個の本にできるっていうのはマジです。ごいですね。世阿ミはマジでやべえっていうのは、ちょっと今回の動画のあの伝わればいいかなと思うんですけど、これはあのー、もう本当もう全員読んだ方がいいですね。めちゃくちゃ面白いですね。あのー、もう当然古典オブ古典なんであのー、まあ、いろんな。 役であの書かれてたり、現代語訳で書かれてたりするんで、えー、それと解説本もたくさん出てるんで、興味ある方はそっちも見てみてほしいかなと思います。じゃあ最後、えー、とも取っておきいきましょうか。えー、レモンの季節、えー。これは石田地方ファースト写真集ですね。これはやばい。あの、ねもうね、やばい。あの、フォトジェニックすぎるんすわ。あの石田地方ちゃんは。 あのこれはあのー、もう撮影の前とか、あの大、あの亀子石田千穂ちゃんを撮るっていうふうに前は、毎日読んでますね。はい。あの、もうね、やっぱり、あのー、このね、衝撃的でしたもんね、この表紙はね。これ、買うわね。うん、あの、コロナにかかった時も毎日読んでたもん。あの、もう、もう自宅で、あのー、 鼻水だらだら流しながらもう喉いて全然喋れねえ声出ねえって言いながらあのもうやることなくて「レモンの季節」読んでましたもんね、まあ、すがるべきところは石田蝶ちゃんなんですよあの小刹の時とかもあの適切な肌の色味って何だろうっていう風になった時にやっぱ原点はレモンの季節だったんですよねはいあのもう やっぱりあの個別撮影会見ててやっててあのやっぱりこのやったことない環境下とかで肌色が分かんなくなって何にすがるかってなったら結局俺たちの帰るとこはレモンの季節だったんですよ。はいあのー、これね、あのー、もう「アイドルカメコチャンネル」でいろんなノウハウを惜しげもなくあのブワーッと公開してますけども。 僕にギャランティーいらないんでその代わりレモンの季節買ってくださいそれで石田千穂ちゃんに触れてくださいちょっとでもアイドルカメコチャンネルのコンテンツが自分のためになったなとか思ってくださるのであれば僕にお金はいらないのでレモンの季節読んでください石田千穂ちゃんにお金を落としてくださいというところでまあ普通に写真集としてこれも名作オブ名作なんでもう やっ、ね、1819の頃18歳の頃の石田長者の,あのみずみずしの透明感がねもうとてもいいということであのセカンド写真集は、まあ、あの私が撮るんで、えーっとまあ、ファースト写真集は、えーっとまあ、本当に原点にして頂点というところで、えー、っと魂を引き継いであの私がセカンド写真集を撮るんだっていうつもりで毎週、えー、していきたいなと思っておりますが、えーっとまあ、今回は。あの カメコをやるであで参考になった書籍の紹介というところでもうだらだらとラジオでラジオ形式で喋っていきましたが概要欄にリンク全部貼っとくんでもしこれが興味持って面白いな面白そうだなとか自分も読んでみたいなと思ったらアマゾンからポチッとリンク飛んで貼って買っていただけるとみんな喜ぶんじゃないかなと思います。 じゃあ他にもいろいろ動画を上げてるんで、あのもし気になったあの動画だったり、あの面白いなとか、あの今後も更新していくんで、あの面白ければチャンネル登録、高評価いただければと思います。それではありがとうございました。